さあ始まりました寿司別荘天ぷらです。藤山です。袴です。かぶとです。忍です。今日の工程は、はい、屋根の錆止め塗装。おっしゃ、ということで結構本格的になってきたね。そう、屋根を錆止め塗装しちゃおうよということで手伝ってくれるのは、はい、キベペン誠一さん、ぐんぐん。はい、いや、キベペンは絶対に来ない。キベペンは後ろ向いてるね。あ、徹底してんだ。でもね、結構いろんな工程見てると、はい、見切れてるよ。実は出てますね。顔がついてるとかあったよね、はい、ということで、はい、ちょっとキベペン来てよ。映さなくて声だけ聞きますか。声だけでいいからさ、錆止め塗装ということだけど、キベペンどうすればいいの。一回、うん、もう高圧洗浄で掃除してありますので、はい、あ、もうやってあるんだ、はい、で、はい、軽く掃除してから普通に塗装に入ります。下塗りです、ね、下塗りで、そっからまたなんか色つけるなりするけどの、はい、その前の、前の、はい、錆がつかないよ、錆びないような塗装、はい、でも全部屋根やります。うわ、これ大丈夫なんだ。うわうわすげえ。危ねえ、そこは。うわ、どうですか、屋根の上だぞ。当たり前の感想、屋根の上だ。当たり前の感想なんですよ。さあ、こうなってんだ、屋根の上。どうですか、景色。藤山さん、どうですか。あ、屋根の上だ。一緒だよ。同じ感想だ。屋根の上。いや、同じ感想ですね。すごい、さっきあんだけ言ってたもん。あそこにも家があったんだね。隣のさ、はい、黄色い家が見えるよ。うん、いや、見えてましたよ。下からでも見えるんですよ。いや、見えるな。見えるな。車も見えるよ。見えるな。ここから。ここからも見えないけど。おいでよ。あ、でもちょっと怖いかもな。あ、怖いかも。あれ？怖いかもな。ちょっと待ってください。カブトさん。カブトさん。いやいや。はい。行ってください。袴ちゃんが登ってるんですよ。はい。ああ、うわあ。袴さん、どうですか景色。屋根の上です。うるせえな。ああ、すごい。さあ、袴さん。なになに、大丈夫大丈夫、来てみ。マジでマジで、これいけないって何。マジで来てみ、大丈夫だ。これいけないって何。あの近づかないでください。大丈夫大丈夫。なんかしそう、なんかしそうなんで近づかないでください。大丈夫だ。いやー、ちょっと入ってたんだけど。早く早く。いやー、いや、めっちゃへっぴり腰なんだけど。うわー、怖えー、怖えー。まだ3段目ぐらいだろ。そうでしょ。怖えー。そこで揺れてる。怖い。ここでちょっと待ってください。本当に待ってください。本当に待ってください。え、低くない。ちょっと待ってください。ダブトさん。揺れてます。揺れてます。フリちゃん、ちょっと待って。ダブトさん、頑張って。すいません、すいません。すいません。え、すいません。ちょっと、やばいやばい、この人やばい。本当にやばい、本当にやばい、本当にやばい、やばい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 、カブトさん、やばい、早く、じゃ近づかないでください。手引っ張ってもらって。大村さん、僕にファイト、ファイト、ファイト。ちょっと、いや、一発は。ちょっと、袴さん、え、袴さん、手どかしてください。それなんで、ちょっと押さえてんじゃん。手どかしてください。なんで押さえてんだよ。ちょっと、しのびさん、しのびさん、カブトさん、天ぷらさん、カブトさん、カブトさん、しっかりくれんだ、カブトさん、早く頑張ろう、カブトさん、揺らすね、揺らすね。ちょっと、おかしい、本当に頑張ろう。そう行くの。はい、そう、来た、そう、来た、エプロンが怖いな。そう、体を起こさずに、はい、カブトさん、
カブトさん確保。カブトさん確保。怖い怖い怖い。カブトさん確保。怖いよ。来ちゃえば楽だろ、来ちゃえば。まあこの辺は大丈夫ですね。なあ。でもどうやって降りよう。あ、こうやって。はい。あ、もう乾いてると思う。もう乾き始めてるかな、2列。これはペンキ？錆止め剤的な。こうやっていいの？ローラーを優しく使ってやってください。はい、今かなり乱暴でしたね。結構伸びる？はい。大体そのくらいの範囲を伸びると思う。で、こういうところもでしょ？そうです。で、あとでまたあれやりますんで、刷毛を先に一遍に全部丸く。あ、なんかやっぱりキルペンさん本職の動きになってますね。お金もらってますか。普段はさすがここはもらってないけど大丈夫です。大丈夫なんでしょうけど怖いですよ。はあ、これどうやって降りよう。赤間さんやりますか。はい、はい、ありがとうございます。ガマさん、つけない癖ありますね。はい、すいません。これ今日はこっちはあのカブトさんが降りる動画が撮れるので、はい、いやちょっと降りる動画、登る動画、降りる動画の間に壁あの塗りが入ってるだけです。これどうやって降りよう。降りる方が怖いよね。いや怖いっすよ。タッチタッチ、なんで行けんの。いい声かわっこい。うわー怖え。あーちょっと怖い。ボール投げてきたよ。怖い。あいつですか。あ、いい心中が。あ、おもんな。おもんな。あ、ちょっとちょっと本当先先どうぞ。あ、鼻が来ましたよ。え？もう降りてきたよ。これで、ほら。うーわ。そうか。ボールを返し。あ、行けるんですか？行けるんですか？こっちいい、こっちいい、こっちいい、こっちがいい。来るな、来るな。来ないでください。来ないでください。来ないでください。ちょっと、ちょっと来ないでください。タッチさん、え、もう降りられてください、本当に。あ、来ないでください。来たよ、登ってきたよ。天ぷらさん、天ぷらさん来ないで、来ないで。あ、ダメだって、ダメ、流せない、何これ。ダメだって、今全部モザイクになってます。全部モザイクになってます。好きなんじゃねえかよ。天ぷらさん。全モザイクです。気持ちいい、気持ちいいね。気持ちいい。これは何ボーイズなんですか。どこに手をつけば、はい、どこに手をつけば。君が今足を置いてるとこですよ。もうちょい前の方がいいんじゃないですか。おー、揺れる揺れるよ。
そこまで来たらもう余裕だよね。ここからはもう飛び降りちゃおう。気をつけてよ、足グギるから。ジャンプは気をつけてよ。ふぅー、怖え。現在2周目。これだけ振っとけばね、いいみたいよ。これだけで。あ、もちろん上乗りありますよ。さらに。じゃあこれだけではなかった。今下地がこれでできれば。だから下地でしょ、はい、下地はこれで OK。 これでもう色を塗ればいいってこと。そうですね。何色にしようか。何色でも。キベペン、キベペン機がついてるからさ。ズブズブだから、キベペン機とは。もちろん材料費はお支払いしております。もちろんです。お。これによってだからどういう効果があるのかがあんまよく分かってないけどね、俺は。どういう効果があるの、キベペン。もちろん錆を止めるのと、うん、あとこのもう下地が薄くてボコボコだったので、うん、下地を整えるっていうのも意味もあって2回下塗りをしてます。そのボコボコがなくなると。そうですね。今こちら映してるのがアマなんですが、こちらがプロ、キベペンさんです。流れるようにやるよね、キベペンは。選手がもう計算されてんだよ。上手。もう引き抜けられる量が、その多分ペンキの感覚がありますよね。あの体に計算されてるよね、頭でも、うん、このべちょり感ならこのスペースみたいな感覚が多分あるはずですよね。屋根がさ、塗られていくのが気持ちよくていいですね。やっぱやっぱりさ、無難なのはこの壁、はい、グレーでさ、はい、屋根黒でさ、はい、このシャシとかも黒でさ、シック、おしゃれ、もう間違いないやつね、しっかりとした間違いないやつ、ボケないというところ、ボケない。無難なのはね、はい、でお客さんがどういうのを望んでるかな。まあお客さんの望み通り行くっていうのもおかしいんだけど、まあまあまあ、俺たちの家だから。ただ多少こう意見も聞くよってことですね。まあね、はい、そっちで本当ガチでかっこいいやつ目指してほしいか、はい、いや遊んでよ芸人さんでしょうなのか。なるほど、聞きたいよね。ちょっと難しい塩梅ですよね。攻めるとしたら何色とかあります。攻めるとしたらだから黄緑とかさ。うわ、攻めてるな。うん、黄緑だけどなんかまとめることはできそうな気はするんだよね。うん、でもそれもでも冒険よ。はい、まあまあまだ先の話ですね。そうそうそう、無難なのは黒、グレー、はい、もうシックにね、はい、それがまあとりあえず現段階での。そうそうそう、もしくは屋根濃い、濃いというか、まあ、ちょっとこう、はい、深い緑に濃すんだ薄緑、壁とかね。あ、深緑、深緑でこの濃い、あの明光高校みたいな。やっぱあのゴルファーズハウスだから。ゴルファーズハウス、あ、そうだったんだ。これゴルファーズハウス、これゴルファーズハウス裏の名目あるから。ゴルファーズ、ゴルファーたちが集う別荘だから。あ、そうだったんですか。この近くに何のためにゴルフ場があるのって話で、俺ジャンク置いてジャンソーするんだと思った。ジャンソーでしょ。マットの色は、はい、緑、同じなの。あ、なんだ、あ、な、よかった。じゃああなたはこっち側で。あ、でも緑いいっすね。結局芝張るしさ。はい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 、芝張る案も根強くあるし。あ、じゃああれどうすか、ゴルフボールみたいに白ドットてん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 て、却下です。はい、おぞーす。おぞーす。気持ち悪いわそれ。
物の家。白ドット。緑に？緑地に。可愛いけどね。白ドットで。あ、でもドットが大きかったら可愛いんじゃないか。緑地に白ドットね。草間彌生さんみたいな感じで。ああ、いいですね。本当にゴルファーズハウスのもう一番のあれだよね。それが一番の。うん、で、まあ、まあその辺はまあ皆さんの意見も。はい。十分に反映したいですね。しがらき焼きのあった場所に石の麻雀牌を置くっていうのはどうでしょうか。麻雀ハウスにしたいの？ちょっと思いましたけど。パイ縮める？パイ。パイ。縮めようかパイ。だっせ。ああ終わりました。いやごめんなさい、ちょっと横になっちゃってて気持ちよ。俺たちの屋根だから。いや屋根で寝るの最高だね。気持ちいいですね、うん、ドラえもんのあのなんかありましたね。だった屋根の色も一緒だ。いわゆる屋根だね。屋根屋根屋根ということで、どうですか皆さん、これは錆止め塗りましたけども、はい、2回塗って、キベペンぐんぐん、そしてもう誠一さんいなくなりましたけど手伝っていただきました。ぐんぐんありがとう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ねえぐんぐん休み取っていただいて、キベペンありがとう、ありがとうございます。顔見せろよ。誠一さんは帰ね、もうお時間ということで帰られてしまいました。帰る顔だからね。帰る顔とかない。帰る顔、帰る顔だ。ノリが悪い顔みたいになっちゃってるから言い方的に。あいつすぐ帰るしなじゃないの。仕事ですからね。帰る顔してたからね、でも次回というか、まあいつになるか分かんないけど、これでもういつでも塗れると、はい、どういう屋根の色にしたいかでも色を木べべに発注して、はい、もう塗れちゃうみたいな。どうするんですか色は。もう一応俺はちょっと、ま、頭の中で決めてんのあんな。そうですか。水色かな。あーないな。早っ一周。確かに水色の屋根のやつめちゃくちゃダサいもんな。ダサいダサいというか冒険しすぎです、うん、はい、怖いです。何がいいの。だからまあキベペンはやっぱりさ数々塗ってきた、はいはいはい、そんなキベペンが無難なのはやっぱ黒。黒でいいと思いますね。やっぱ汚れも目立たないし、うん、はい、何よりおしゃれだよ、うん、で黒で壁の色をグレーとか、ね、グレー、それが一番もうねシックでまとまる、うん、はい、でサッシも黒、はい、はいはいはい、ね、はい、この彼のコーディネートみたいな感じでしょ。彼のコーディネート、まあ、はい、そうっすね、今日の彼のコーディネート、こういう感じになるってことね。ちょっとやっぱフォルムがダサすぎて格好者伝わらないですけど、何ですかこれ。恥ずかしい。恥ずかしい。屋根の上で何やってんだよ。解けるんじゃないよ本当に。まあ何にするかまだね、おいおい、はいはい、いろんな色のサンプルとか見て決めましょう、はい、みんなの家ですから。ということで、はい、屋根の方もこのように、無事塗り終わりました。ということでまた来週、はい、さよなら。YouTube をご覧の皆様、トータルテンボスです。どうも、今年も全国ツアーが決まりまして、はい、タイトルはおじさんずということで、はい、10月7日の静岡沼津を皮切りに10月23日の新宿ルミネ座吉本まで13カ所14公演で回ることが決まりました、はい、チケット絶賛発売中ということで、今売り切れているのは沼津と名古屋と最後のルミネ。ルミネは 2days なんで、1日目はまだ若干余ってますんで、ぜひその他の地域で、近いよっていう方とか、観光がてら行ってみようかななんて方はね、あの特典的、はい、特典付きチケットはもう完売しちゃってるんですね。特典付きっていうのがありましてね、我々と、いい席で見れた上に最後に写真を撮れるという席は全部、売り切れてしまいましたが、普通の、両席まで行かなくても別にいい席はあるんで、はい、ぜひ買っていただけたと思います。めちゃくちゃ面白い公演となっておりますから、ね、ぜひ来てください。どれぐらい面白いかを渾身の半端ねえで、ああこんなに面白いんだってことが分かるぐらいの半端ねえ、はい、お願いします。面白さはぁー